エミーステーション。こんばんは、エミーです。エミーステーション略してエミステ。今日も始まりました。いつもご覧いただいているあなた、どうもありがとうございます。この動画は11月23日の私の人生初のワンマンライブに向けて、レベルアップしていきたいという試みで始まりました。なんともうワンマンライブ当日まで残りあと5日。ギャー本当にもうあっという間ですね。はい、まあ、残りわずかですけれども、皆さんと一緒にカウントダウンして、当日会場で迎えられたらと思いますので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、今日お届けする曲は川島愛さんのありがとうという曲です。この歌はですね、福島の児童養護施設に行かせていただいた時に、その児童養護施設の園長さんから、リクエストをいただいた曲なんですね。川島愛さんはご存知の方もいるかもしれないですけど、路上を旋回やって、渋谷の公会堂で、ステージをしたことがある本当に努力家で、本当に綺麗な声の天使の歌声と呼ばれるシンガーソングライターさんなんですけど、実は彼女は児童養護施設出身で、幼い頃にご両親を亡くされて、児童養護施設で過ごした後、その後養子として、引き取られるんですけれども、その育てのお母様に、ありがとうという感謝の気持ちを込めて、作った曲がこのありがとうという曲なんだそうですね。でこの曲はですね、そのお母様が亡くなってから11年後にやっと、そのことと向き合えて、作った曲だというふうにインタビューで見たことがあるんですけど、本当にね、シンガーソングライターというのはこう自分の経験からこう言葉だったりメロディーを生み出していく、そういう表現者なわけですけど、なかなかねこうもう言葉にもできないしメロディーにもならないっていうような、経験をすることもあって、本当にね、いろんな溢れる思いを、頑張って頑張って紡ぎ出して歌なんだろうな、作られた歌なんだろうなっていうのが本当に私もこの曲を聴いて感じました。ね、このね川島愛さんが、そのお母様が亡くなる直前にね、ありがとうっていう言葉を言えなかったっていうのをすごくずっと後悔してるんですっていうようにも話していて、やっぱりね、私たちってこう身近にいる人たちへの感謝の気持ちだったりとか、素直になれずにごめんねが言えなかったりとか、そういう、ことを、分かっちゃいるけどやっぱり言えなかったりしながら日々過ごしていると思うんですね。私もね、今から、10年前に父を亡くしていて、ワンマンライブがその父の命日の 前日になるんですけど、23日が本当に、ね、ようやく、10年経ってやっと私自身もその辛い過去と向き合って、次の段階に進んでいけるんじゃないかなっていうような気持ちがやっとしています。このワンマンライブ、今ここから明日死んでもいいように生きるんだっていうタイトルなんですけど、本当にいつ人はどうなるかわからないし、明日も生きているっていう保証をされている人はもう誰一人としていないわけで、だからやっぱり、ありがとうって言えなかったって後悔しないように、あれやっとけばよかったって後悔しないように、そういうふうに私は生きていきたいなというふうに思って、音楽活動も始めたしこのワンマンライブもすると、決めました。ぜひ皆さんもね、このワンマンライブに来ていただいて、何かその何て言うのかな、その皆さんにその
ワンマンライブではその勇気というか、何か感じていただけるものを残せたらなというふうに思っていますので、もし私の歌を聴いたり私が発信するメッセージを聞いてちょっとでも心に引っかかるものがあったら、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。ではちょっと長くなってしまいますが、長くなってしまいましたが、心を込めて歌わせていただきましたので、ぜひ聴いていただければと思います。川島愛さんでありがとう。この場所から歩き出す通りはまばらな夕暮れ、誰もいない立ち止まらない、そっとマイクを握ったよ、やっぱりこの道の少し不安だよ、電話してよ、話題吐いてちょっと泣きついたりして、だけどあなたはもういない、いつも忘れないよ、忘れない。
しい。